よし、行くか。ですね。力、ランダだな。ランダを次使うことになると思うんで、ランダだな。どう考えてもランダだ。こいつ、便利すぎるよな。打撃耐性って強いな。次のあの軽視のボスは、多分打撃だったと思うんで、かなり有効だと思います。よし、来た。行こう。連中にとっても最後の砦だからな。予想はしていたが油断するなよ。あいつら探す手間が省けたな。みんな今までよく戦ってくれた。これが最後の作戦になるだろう。いつも通り細心の注意を払っていくぞ。その意気だ。いいね。まずそうだな、ストレが、まあもう大体決まってんすけどね。ジュンとコロ入れて、ママだとミツルはダメ。回復とかを考えるとゆかりちゃんですね。決まってねえじゃねえかって。これだな。順平どうしよっか。アギあげてもな。あ、 SP 回、これどん系回復すんだろうな。これとかつけとこう。これ次のボスでまあ必要なんですけどね。あ、アイギスだね。コロマル斬撃見切りか。コロマルウインク、あんまりなんか持ってない。まあいいや、ゆべ、よし、大丈夫っしょ。あ、ちょっと待って。どうせならアグに、これだな。これつけとこう。よし、じゃあ行こうか。あ、いくつきさん話聞こうか。ありがとうございます。余裕。これ確かボス前でもう一回選出あるよね。はず。よし、行こう。今日で最後ということは無論知っていますね。あなた方はシャドウが災いを招くから倒すのだと言った。しかし命は日々無数に死んでいく。シャドウなどいなくてもね。ペルソナ能力そのものは悪ではない。否定する理由などありません。本当は分かっているんでしょう。あなた方は影時間を消したいわけじゃない。そうすることで自分の中の何かを消した気になりたいだけなのですよ。本心の言葉とは思えませんね。本当に愚かな人たちだ。影時間を消すということはあなた方自身を消す行為に等しい。そんなことにすら想像が及ばないとは本当に愚かしすぎて嫌になります。やはり私とあなた方とではわずかほども交わっていないようです。ではジン、
こんなしょうもない連中見とられへん。互いの力と運命とが残るべきものを決めるでしょう。来なさい。来た。揺れるね。クマと同じぐらい揺れてるな。二人とも本気のようです。どうか負けないで。とりあえず。バランダいいよ。あ、ちょっと待って。まずいことに気づいた。この戦いにランダはちょっと不向きだ。あ、それはいかん。まずいな。まだマハガルラねえか。ジンからやるといいんだよね。よいよい。さあ、断罪の時間です。愚か者に死の政治。なんとかは死なな治らんさかいな。これダメだな。まずい、この体勢はまずい。いや、クフリン一番いけそうなの、一番いけそうなので行こう。あ、ラミアか。ラミアか。ランダな、ちょっとよろしくないな。弱点2つは。どうすか。いやあ、よし。いや、クフリンもダメだな。よし、うん、ラミアで行こう。あ、やべ、戻すの忘れてた。うわーっす。ええ具合に体温まってきたわ。ほなガチで行くで。出番や。これはいけない。まずいな。これやべえな、思ったより減ったな。普通に1回で殺された。これ軽視のボス大丈夫かな。ガルダイン OK、 安いやるわ。こんなもんだよな。いいよ。まあ片っぽからやってきた方が安いな。こんなもんか。でもよし、殴りに行こう。完全に体勢、体勢考えてやっぱ誰がいんがっかんな、あいつな。まあしょうがないな、それ言ったらキリねえかんな。うん、これでどうや。いいね、最強。ルソナー、たたた、あらいで。おえおっと、はい、お、なんだこいつ急に。よいよい。
ゆかり。でもこの方向なんか違う。うわあ。前に追い込まれたのは初めてだ。お前どないしてくれようかの。あ、いや、ゆかりっぽい。まあ、しゃあない。コロちゃんもだいぶ弱ってます。助けてあげてください。ベルソナー、ムドーンか。またムドーンもあんじゃなかったっけ。めんどくさいな。メディパを使ってディアラマ行くか。そんなもんか。まあそんなもんか。まずいな。ジンとタカヤにすげえ手を引く。大丈夫ですか。ベルソナ、俺に来い。いやそっちくっそー、マジめんどくせえなこいつ。ベルソナ、なんで当たんねえんだよ。よいよい。はい、ひよらねえんだな。んこれね、これね、メディッパ使っちゃいましょう。これいや、メディアマ。ウフダイン、ふえー、ヘルシー。甘く見たか。こいつらシャレにならんわ。あ、敵が。タルカジャー、デカジャ、デカジャが欲しいです。張るんだか。だいぶ弱ってます。助けてあげてください。たるんだ、たるん。もう祈るしかねえ。あーやー、マハラッカじゃあんだ。でもいや、そっか、ディアラマあったね。タカヤ一人になったら、あ、パルバ。落ちるかな。あ、落ちねえか。なんとも言えない。落ちないかな。ギリ足んねえか。うーわ。マジか。よっくー。あかん、これ以上は。リカーム。やばい、攻撃力が。邪魔です。貫通。オブネック。ベルソナー。危ないですね。体力残りわずかです。貫通か。注意してください。やべえな。ティアラマ、そこで、パルバナナ、パルバティ。うん、火炎来たらもう運がなかったって思うしかない。貫通か、アイリス。いやー、攻撃力が下げない。
タルンダ先輩。よし。59か。なるほど。ここまで来ただけはありますね。だが邪魔です。よし。だいぶ安くなった。ほんでマハラって言った。危ないですね。違うな、マハラって言うんだか。メディアマ、メディアマ、メディアマだな。何があるかわからん。ほんでもう一回足るんだな。さすがにこんなとこで負けてらんね。だいぶでもいい勝負だな。いい勝負だよ。わお。危ないですね。うん。全然当たんねえな。やんなくてよかったかな。まあいいか。あらか。よし。順平の攻撃全然当たんねえんだけど、なんなん。うわあ、いや。よかった、安い。リパトラ、リパトラ。人数相手だとね、パトラ結構あれなんですけど。頑張って。あざっす。これ。あ、オラクルさすがにできない。てかまだあれか覚えてないのか。じゃあできるんだったらできたのかな。そんなことはいいや。硬いなこいつ結構な。すげえ回避、回避が高い。うわっ、うんだな、どじったぜ。たたき、1回で勝つ。まあまあだな。いや、殴りに行ってみる。73とか。同じ力を宿す。それがこうも厄介とは。この力、どうやら認識を改める必要があります、ね。夫婦ライン、俺んとこ、俺んとこ、俺んとこ。ギャハー、しゃあない。まあ、夫婦ラインは弱点いねえからいいんだけど。110、いいね。出た。守るか。やべえな、守っとこう。普通に追われるからな。う、メギド。こいつメギドも撃てんのか。失礼。
これとりあえずメディラマ2回だな。いや、いらなかったな、メディアマ2回。たるんだ。まあ大丈夫だべ、これでとりあえず。普通の斬撃度56だ。なるほど、さすがは自ら目覚めたペルソナ使い。同じぐらいだった。ゆかりに行かないで。感電したよ。うん。ボロちゃん、まだビリビリで動くだよ。ビリビリ。なんとかでもいけそうっすね。とりあえず。ウリー。よっ。きたー。おいしい。今だ。やっちまおうぜ。え、感電だとあれ取れないのか。え、抜けないの。こんなこと、びっくりした。12000、えれ入ったな。49。あ、ブフダイン覚えました。ブフダイン、あ、ていうかあれだ、 SP 回復しないとな。マハラッカで2個上がった。マハムド、あ、マハガルーだ。よいよい。まあゆかりちゃんは続投させる予定なんで。あ、オラクルまだ来ない。ワンチャンオラクル。結局語れへんのか。与えられたわしらは自ら目覚めよったもんには語れへんのか。与えられた。わしらは自然に目覚めたわけやない。体を矯正しとかんと力が保たれへん。お前らの仲間が持っとったやろ。神樹の薬、出どころはお前らか。お前ら、影時間が消えるっちゅう意味、よう考えとるんやろな。影時間になんか体験しても、普通のもんは記憶から消えてまう。けど、影時間そのものが消えてもうたら、わしらペルソナ使いかて。ジン、もういいのです。さて、普通はこの辺りが潮時でしょうかね。しかしそうもいきません。時の限られたこの体、力を失ってまで生きながらえるなど無意味。ならば私の生きた証、この地に立てるのみ。タカヤ、何をするのです。破れかぶれはあかん。ジン、すみません。でもこれはあなたが言うてくれた言葉です。お前らの勝ちや。行ってシャドウを倒したらええ。お前らの戦いが何やったんか、それで全部わかるやろ。おい、ちょっと待て。まさか飛び降りようってんじゃ。捕まって恥さらすんは死んでもごめんや。よう見とけ、わしらの生き様。あの二人。バカ野郎。気にするな、自分から選んだ末路だ。まだ作戦は終わっていないぞ。ここからが本当の相手だ。今はそれに集中してくれ。いいな。あ、全回復してる。優しいゲーム。うん。コロマルとね、何がいいのかな。剣はまだ、純平か。ここでですね、アイリスを投入するんですよ。うん。で、どうしようかなと。
いっか、とりあえず多分これで。あ、ちょっと待って、まあいいや。で、すっかり忘れてた、つけないとね買ったのにな。アイビスはあれか、うん、放送ゆかり、どうしよっか。これにしとこう。んで、うん、コロ丸、いや、ちょっと待って、やっぱ剣の方がいいかもしんないなうん、誰がつけてる、あれ、いや買ってねえのか、了解。どうしよう、うん、よし、これにしよう。行けべ。っていうかあれだな、一回来た方がいいな。